疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、トヨタとヒュンダイ自動車が真剣勝負。400m を先に駆け抜けるのはどっち？をお送りします。日刊スポーツカー対決。日本では見かけることがない隣国車ですが、海外では同じアジアの自動車ということで比較される機会が多いようです。そのためなのか、海外で開かれたある自動車愛好家の集まりで、日本車と隣国車のスピード対決が行われていました。参加したのは、日本車からトヨタのスープラ、隣国車からはヒュンダイ自動車のジェネシスクーペです。スープラは、1993年に販売開始した4代目の A80 型。ジェネシスクーペは2008年の販売ですから、15年間の開きがあります。スープラ A80 型は、3リッター直列6気筒エンジンにツインターボを搭載し、パワフルな走行で人気を博しました。現在でも根強い人気を誇り、後継である5代目スープラの新車より、4代目スープラの中古車の方が高いことも多いそうです。対するジェネシスクーペは 3.8 リッター V 型6気筒エンジンを搭載。ターボは非搭載ですが、その馬力は350馬力とスープラの325馬力をわずかに上回ります。こちらは2リッターモデルが200万円程度で購入できたことから、自動車愛好家向けの改造用ベースとして好評だったそうです。車両の説明が長くなってしまいましたが、対決方法の説明は簡単です。400m の直線勝負、いわゆる04。それだけです。では、勝負の様子を見ていきましょう。会場には愛好家たちが集まり、勝負の様子を伺っています。今は、観戦者である彼らも、自分の番が来たら、愛車に乗ってレースに挑戦する参加者でもあります。そして、開始の合図が出され、両者一斉にスタート。と言いたいところですが、ここで思わぬアクシデント。なんと、スープラ側の反応が遅れ、一瞬出遅れてしまいました。1秒の差が大差となる04勝負で、これは大きな痛手です。一方のジェネシスクーペは、先頭を悠々一人旅。リードを保ったまま200メートル地点を通過します。しかし、ここで、スープラがジェネシスクーペを抜き去りました。ツインターボ搭載の大トルクによって一気に加速し、前半の遅れを取り戻したのです。走行中に抜き去られたということは、スープラの速度がジェネシスクーペを上回っていることを意味します。再びの逆転は叶わず、そのままスープラが勝利しました。ちなみに、走行結果は、こんな感じになりました。スタートが一瞬遅かったスープラの方が2秒以上も速いという驚愕の結果でした。これはすごいですね。日本車と隣国車の間にある性能差が一目瞭然になってしまったようです。ただ、隣国人の中には、このような現実を認めない人もいます。以前、ある海外のインターネット掲示板に、隣国車を執拗に持ち上げる人が登場し、密かな話題になったことがありました。彼の投稿は、おおよそ次のようなものです。カーマニアたちは、K 国車に憎しみを抱いている。日本車やヨーロッパ車のファンたちは、口を開けば、K 国車の文句ばかりだ。君たちのジェッタやシビックが、エラントラやフォルテより熱いとでも思っているのか？この後も長々と続くんですが、内容としてはこんな感じです。隣国車が正当に評価されていないことにお怒りのようでした。しかし、彼の熱い主張は、海外の愛好家たちからバッサリ切り捨てられてしまいます。これまで、ヒュンダイ自動車やキアは、ずっとゴミばかり作ってきた。当然の評価だ。ヒュンダイって、ホンダを真似しようとして真似できなかった会社でしょ？そういうのは、素晴らしい車を1台でも作ってから言えよな。投稿者が喧嘩腰だったせいか、寄せられるコメントも、手厳しいものばかり。ちなみに、投稿者は、
これらのコメントのほぼ全てに反論していました。あまり相手にされていなかったのがちょっと気の毒でしたけどね。しかし、投稿者のように隣国者を信奉する人は隣国でも少数派です。2019年夏の日本製品不買運動によって、日本車の販売は低迷しましたが、2021年の販売成績は回復傾向を示しました。まず、日本車全体の販売成績では、前年比 13.4% の増加となりました。また、レクサスは、隣国で、人気の高いドイツ車を上回り、2021年に、隣国で最も売れた輸入車の称号を手にしています。日本車が特に検討したのはハイブリッドカー部門。隣国では、環境意識の向上によって、エコカーの人気が高まっているんですが、電気自動車用の充電スポットの整備が進んでおらず、信頼性の高い日本のハイブリッドカーが購入されたのです。隣国の自動車業界関係者は、電気自動車を買うのは、アーリーアダプター、新製品をいち早く試す人との認識が強い。完成度の高い日本のハイブリッドカーに需要が流れたと分析しています。日本車の完成度が高いのは確かですが、頻繁に爆発、発火する隣国電気自動車が消費者から選ばれなかっただけのような気もしてしまいますね。また、不買運動の始まりから2年半が経ち、運動の熱が冷めていることもポイントでしょう。それを証明するかのように、不買運動を煽った隣国政府も日本車を購入するようになっています。2021年10月、隣国の在外公館が購入した外国車の資料が公開されました。これによると、2019年には 14.3% だった日本車の割合は、2020年には 33.3% にまで回復しています。隣国では、大統領の意向が、観光庁でも非常に重要視されます。当然、二度と日本に負けない。勝利の歴史を作ると檄を飛ばしていたムン大統領を無視することはできなかったはずです。2020年に日本車が新規購入されていることは、政府内部でも不買運動が重視されなくなったことを意味しています。もちろん、隣国国内では、日本車を購入する人を、これまでの歴史を忘れたのか？警告国民としてのプライドがないと批判する人もいました。一方で、性能、安全性で見るなら日本車が一番、国籍で車を決めるなんて時代遅れといった声もあり、不買運動が忘れられていっているのも確かなようです。ただ、隣国自動車メーカーも日本車が回復しつつある状況を指ししているわけではありません。隣国自動車界の雄、ヒュンダイ自動車は、日本への再進出を発表しました。今度は、水素、電気自動車で勝負だ。2022年1月27日、ヒュンダイ自動車は、2月中旬に記者発表会を開催すると表明しました。東京都千代田区で開かれるこの会見で、日本再進出が公式に宣言されるのは、ほぼ確実です。ヒュンダイ自動車のチャン社長は、ヒュンダイ自動車は、電気自動車や水素燃料電池車の分野で競争力を発揮できると述べており、ガソリン車ではなくエコカー分野に注力するものと見られています。ヒュンダイ自動車の水素自動車、ネッソのアンバサダー、広報大使には、日本でも人気が高いとされる BTS が起用されており、2020年9月には、東京での展示会を実施するなど、ヒュンダイ自動車の意気込みは十分です。しかし、意気込みだけではうまくいかないのが世の常。ヒュンダイ自動車の再進出の展望は、決して明るくありません。彼らは、2001年に一度日本に進出していますが、8年間で1万5000台しか売れなかった苦い過去があります。当時は、2002年に日韓ワールドカップが開催され、隣国ドラマ冬のソナタが大ヒットを記録するなど、ヒュンダイ自動車に追い風が吹いていた時期でした。それでも全く売れなかったのです。最多販売台数は2524台、2004年に過ぎません。2008年には販売台数501台という衝撃的な記録を打ち立てています。結局、
ヒュンダイ自動車は、2010年に乗用車市場から撤退することになりました。ちなみに、現在は、ヒュンダイ自動車傘下となったキア自動車も、1993年に日本市場に参入しているんですが、撤退までの21年間における販売台数はゼロでした。この結果を思えば、ヒュンダイ自動車は頑張った方かもしれません。ただ、日本で計9社は売れないという当然予想できる結末を予想できなかったのは致命的でした。ちょっと市場調査をすれば、日本の輸入車市場で重視されるのは、ブランドイメージや個性的なデザイン、そして輸入車を所有しているというステータスであることは分かったはずです。これらの要素は、どれも隣国車にはないものでした。イタリア車に乗っていたら、良い趣味しているねと言われることはあるでしょうけど、隣国車に乗っていてもそう言われることはありません。なんでわざわざ隣国の？と言われるのが関の山でしょう。また、隣国車は日本での人気が低かったため、リセールバリュー、再販価格も高くありませんでした。中古車として売り払う時の買取価格が安かったのです。これでは、いくら安くとも意味がありません。隣国車より高い日本車を高く売る方がいいでしょう。また、車の維持費、中でもメンテナンス費用は日本車よりも高くつきます。アメリカの大手自動車修理会社イヤーメカニクは、自社の修理実績を分析し、修理に関わるランキングを複数公表しています。その中の一つ、購入後10年間で必要となるメンテナンス費用ランキングトップ30を見てみましょう。これによると、ランキングトップ、つまり、最も費用がかかるのは、BMW の$17,800、約200万円。日本メーカーは下位を独占していますが、その中でも、トヨタは、最下位の$5,500、約60万円、です。ヒュンダイ自動車は、約100万円となっています。10年間で、40万円の差でしかありませんが、これは、あくまでアメリカでの修理費用。ヒュンダイ自動車の部品流通網が整備されていない日本では、さらに、大きな差となるでしょう。ちなみに、ヒュンダイ自動車が見事トップに輝いたランキングもありました。それは、エンジンが始動しない部門。始動しない確率が、中央値と比べて26倍と、ぶっちぎりでトップをかっさらいました。まあ、あまり自慢できる成績ではありません。ただ、品質についてヒュンダイ自動車を信頼できないのは確かです。このランキング以外にも、理由はいろいろと、本当にいろいろとありますが、最も面白い理由は、最近、ヒュンダイ自動車が自ら提示してくれました。2020年6月、ヒュンダイ自動車は、自社 PR の一環として、工場内の作業工程を公式動画として公開したのですが、そこに、とんでもない一部始終が映っていたのです。それは、作業員が完成した自動車を蹴り飛ばす光景。作業員は組み立て後車両のチェック担当だったんですが、取り付けミスによって、ドアが車体から浮いていたため、その段差を解消するためにドアを蹴飛ばしました。ちょっと日本では考えられない事態ですよね。また、ヒュンダイ自動車に限らず、隣国の自動車工場では、イヤホンで音楽を聴きながら作業したり、作業の合間に携帯電話を見ることが常態化しています。2010年のワールドカップ南アフリカ大会の際は、計国戦を見るから、工場のラインを止めろ。その時間の給料は出せと労働組合が主張したこともありました。わがままな子供か。それでは、最後に、日本車と隣国車に関する海外のコメントをいくつかご紹介します。海外の反応。日本車の魅力は何と言っても、その信頼性。俺の日本車は、雪の中に駐車しても故障知らず。オイルも交換しなかったのに、24万キロメートル走り続けた。性能という面では、ドイツ車も頑張っているけど、信頼性では完全に負けているね。それに、故障と修理で、維持費がすごいことになる。友人は、ドイツ車を買ったけど、メンテナンスにお金がかかりすぎて、悪夢を見たよ。計国車も、
最近はまともになっているんじゃないか。まあ、あくまで最近の話で、それまでの数十年間ゴミみたいな車を売り続けた実績は誰も無視できないけどさ。計9車がまともだって。バッテリーが爆発するような自動車をまともということなんて、僕にはできないな。日本の自動車メーカーの技術力は圧倒的だからね。計9車が追いつくには、まだまだ時間がかかるだろう。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本に再進出したヒュンダイ自動車の動向に注目したいですね。果たして、今度は何年で撤退するんでしょうか？よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。